え皆さんこんにちは、えー、ご機嫌いかがでしょうか暑い日が続いてましてね,そうですねなんかね私気象予報士やってるんですけどこの夏って本当にはっきりしないんですよ晴れるの雨降るの曇るのでこうなるとやっぱり予報も難しいじゃないですか、はい、だからまあ今日ね改めてあの先週の あの、天気の結果を、あの、報告いたしますけども。はい、予報がすごく難しい夏と言えるかと思います。はい。しかも暑い。はい。小名浜って25度以上の熱帯や平年だと何日ぐらいあると思いますえー。1年間ってことですか 1>, ?1 年間。30日。三十日。はい。平年で1.5日しかないんですえあれね、海に近いから。 はい、海風が吹くから夜、はい、天然のエアコンだなほ<ー>ところが海が異常に水温が高くて、はい、しかも気温が高いもんだから今年なんと32日ええー、平年の16倍えー、っと平年の16倍かすごい,いやでも平年が1.5日、えー、それにびっくりです僕はだからねあのいわきの方なんかは結構あのエアコン持ってない家っていうのもあるらしいんです それぐらい涼しいんだけど、もう今年は異常な暑さということを言ってました。えー、それから会津若松ではですね、はい、えーなんと真夏日が、えー、71日。もう2か月ずーっとだから真夏日です。いやー、すごい。まあ去年ね、74日だったんですけども、はい、これはおそらく確実に超えてくるので、記録破りのまた夏の暑さということになります。えー、この暑さはいつまで続くんですか、はい、多分ね今日日月曜日 涼しい風吹いてると思うんですけど、はい、またね、えー、明日から暑さ、ぶり返します、はい、そうすると、えー、その後なんですが、21日から涼しくなる、あ言っちゃった、ずばり、ずばり、21日から秋風が吹きます、あ21日からだそうですよ、皆さん。覚えておいてください。は ええー、ということで、えっ、ー、とですね、まあシャープ1、あのー、先週、はい、ええー、アップさせていただきましたが、はい、えっと、いろんなリアクションいただいております。すみません、そもそも何人の人が見てくれたんだあ、えっ、ー、とですね、ちょっとスポティファイの方は、えっ、ー、と、ちょっと収録しきれなかったんですけれども、はい、あのー、YouTube、えっ、ー、と、福テレの公式に上げさせていただいたものに関してはですね、はい、えっと、今日収録時点で326回。326か。はい。 まあちょっとこれから徐々に徐々に、はいはい、増やしていきたいなと小さいところから始めるって言ってたからねそうですね、えー、徐々に徐々に広げて私も広報していきたいと思いますはいよろしくお願いいたしますであとそれに対してですねあの「#1」で紹介させていただいた朝倉玲さんと、はい、再び、えー、リアクションいただいております<い>、はい、記念すべき第1回拝見しましたと。 私の投稿を取り上げてくださってありがとうございます。うん、ありがとうございます、えー。ありがとうございます。居酒屋斎藤さんの山が抜けてました。<laughs> すいません。まあ普通ね居酒屋の名前って、えー、の居酒屋高橋とか、はい。だいたい山なんかついてないじゃないですか。はい,はいはい。その感覚で、えー、レイさん斎藤って言ったんじゃないか。ああな,なるほど。だから店として認知されてる。お<っ> <laughs> すごい。架空の店なんですけどね。はい。それに対してですね。はい。あのー、まだ続きがあります。 ソラネットの皆さんに呼びかけて「ハッシュタグ居酒屋斉藤さんで」で、えっと、写真を投稿してもらって紹介すると楽しそうですねとまあ先陣を切ってね私がやっぱりそのソラネットのところに、えー、満点のところにですね、はい、え居酒屋斉藤さんの料理を載せるっていうことをどん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 したいっていうところだったんですけども、はい、ちょっとなかなかそれができない理由もございましてね<っ>それはまあ後ほど説明をしたいと思いますぜひぜひお願いいたします、はい あとは、えー、リアクションとして、はるかぜさん。はるかぜさんはね、ねこれも超常連で、はい、あの、田村に、あのー、住まなりてる方で、私も何回もお会いしたことある。ああ、そうなんです、ね、結構、あの、中継先とかに来ていただいて。えー、また奥様がね、美人、あ お綺麗な方でございまして、<laughs> 春風さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっとこのくらいの個人情報は大丈夫ですか？大丈夫でしょう。あ、わかりました、えー。ラジオですから。<laughs> そうですね。いやいやいや、YouTube も流れますからね。<laughs> はい。えっ、ー、といただいております。えっとですね、実はえっ、ー、とタイトルわら、はい、とあと多分 YouTube にも書き込みいただいてるんですけど、あ,あそうですか。 多分同じ方だと思います。なるほど。多分ね、はい、同じぐらいの世代だから「はい、あのマンデー天気ブック」っていうところにツボがあったなと思いますよあはいはいあのちょ,ちょっと僕も<え>あのいろいろもじらせていただいて日曜の午後2時の,あの大御所のねそうですね「空気縁の「<laughs> <laughs> <laughs> 運命に負けないで、ね」<laughs> 僕も大好きなんですよ。あ、本当ですか一回、やっぱりね、あの、達郎さんのライブ、あ、言っちゃった。ライブに行ってみたいですよね。行ってみたいですね。はい、いや、でも本当に、あのー、小さいところからって言ったんですけど、やっぱあのくらいの認知度まで、この、こう、このコンテンツを持っていければなと。はい、本当に言ってます思ってます、思ってます。<laughs> 思ってますよ。まあね、はい、あの、夢を抱いて、はい、え大志を持ってね、 えー、進めていいいきたいと思いますじゃあそんなこんなでタイトルコールいってみますかはい <laughs> <laughs> まあいろいろと、あのー、ありがたいことにですね、はい、投稿頂い,いておりますそうなんだはい えー、その前に、はいあのー、この番組の趣旨をですね、はい、ちょっと説明したいなと思ってます、はい、えっと本当に、えー、皆さん誰かに伝えたいこと頑張ってること、うん、嬉しかったこと、うん、悲しかったこと、うん、何でも OK です、うんえー、斉藤さんにリアクションしていいただこうと思います皆さんと一緒に作り上げていくコーナーですからこれはあのソラネットでも同じなんですけども、えー、皆さんと一緒にね和気あ,あいあいと 一緒になってやっていきたいなと思ってますはい。このラジオがですね本当に皆さんとの架け橋になれるいいそうだそうだそうだ。はい。思ってますで、えー、ソラネットラジオの x にですね、えー、ハッシュタグ満点マン、うんえー、カタカナ、うん、点ひらがなで満点でございますをつけてつぶやいていただければと思いますはい。さらに a、えー、スポティファイで、はいえー、音声配信しておりますが、はい えー、福テレ公式 YouTube、ポッドキャストで、えー、YouTube の方ですね。動画でもアップしてますので。これね、私すいません。自分でやってて、Spotify で配信してた。はい、<laughs> いや、そもそも Spotify がスタートなんで。<laughs> これ、そうなんだと思って。はい、私結構 Spotify 愛用者なんですよ。ああ、そうなんですね。Spotify で、はい、私ね、お気に入りの曲ね、はい、647曲入ってた多い。<laughs> 多多いいいいと思ます何曲ぐら僕、Spotify には入ってなくて、Apple の方には入ってるんですけど、何曲それでも、と多分アルバム数で言っても、3四40とかね、だって結構音楽好きじゃないですか。音楽好きなんですね。私はね、結構めちゃくちゃですよ、これ。スティービー・ワンダー、チャゲアス、ラッドウィンブス・ジャーニー、全部言ビーズ、ジョーサトリアーニー。 奥田民生、えー、バンプ・オブ・チキン <laughs> 福山さんロッド・スチュワート小泉京子ビリー・アイドルブライアン・タイムズ・クイーンっていうすごい多分ねでも私と同じぐらいの世代はわ、はい、かるわかるって今、えー、共感されたと思うとにかくめちゃくちゃなんですよ音楽の幅がすごい音楽大好きで,、はい、で今度ねライブあずまありますけどもそうですねスチャダラさんとかアクア・タイムズさんとか英語・エゴラッピングさんとか10月19日20日ね 楽しみにはしていますけどもいや刺さりますよねあのアーティストねえそんなスポティファイに私のこれも聴けるいや聴けます聴けます音楽聴きながらぜひぜひ聴いてみよう今度マラソンするときそうですね映像を見てるとやっぱりあの映像に集中しちゃうっていう部分もあるのでなるほどなるほど音声でもお楽しみいただければと思いますわかりました ということで、えー、新たな投稿をいただいておりますので、<お>えっと、こちらは、えっ、ー、と、私の方から紹介してもいいですか、はい、どうぞ。はい。紹介します。えー、こちらすみません。読み方間違ってたらすいません。はい、ええー、ミキニッタさん。ミキニッタさんは伊達の方で。あ、そうなんですね。もう超常連ですよ。あら、だから、自然の写真とかたくさん送っていただいてて。あ 春はフクロウの動画とかも送ってくださって、えー、本当に、あのー、ソラネットのですね、巨大な大きなサポーターです。あ,ありがとうございます。ますじゃあ、こちらの方もサポートしていただいて。よろ,いよろしくお願いします。はい。ということで、えー、読ませていただきます。斎藤さんは福島でに、はい、一番好きな絶景ですと。うんえー、魔女の瞳を絶賛されている。そうそう私も大好きな景色ですと。 ところで、斎藤さんはマラソンはされますが、登山はなさらないんですか<ー>私は登山は好きだけど、マラソンもヒルクライムも苦手です。<ー>子供の頃は長距離走が得意だったんですけどね、関係ない話ですいません、うん、と。そんなことないです、あり,すありがとうございます。私ね、マラソンを始めたのはね、福島に来てからなんですあだともう10年ぐらい。で、何キロあたったと思います、体重。え 何キロですかね ?170 センチ87キロと <laughs> おお<ー>。それでマラソンして71まで下げたし、はい、えすごいで痩せるために始めたあそうなんですかだからあのお酒が好きなんで、はい、あのやっぱり死ぬまでお酒飲みたいなと思って <laughs> でもこのままだと死んじゃうから あの,体調の面それで、ね、始めたんですけど、はい、それから、ね、結構いろんな、あのー、フルマラソンまで走りました大体今1年にハーフマラソン23回出てるのかな、はい、で今年の5月に福島シティハーフ出ましてマラソンはしてるんですけれども、はい、やっぱりこの夏天気難しいでしょう天気予報が。はいはい で結構ほら、台風も多いし、そう,ですね、そうなると夜遅くまで会社にいなきゃいけない。はい、そうすると夜遅く出るとお腹すきますよね。すきます。お腹すくからどっか居酒屋行っちゃうじゃない <laughs> 居酒屋行けば飲みますよね。はい、そうすると走る時間なくなっちゃうんですよ。飲めば朝起きれないじゃないですか。確かに。これ言い訳ですかね。いや、いや、<laughs> はあのー、自然の設理だと思います。自然の設理それで今度ね、10月6日に会津若松。 あ、そうですね。ハーフマラソン始まるんですけど。え、出場されるんですか出場しますけど、今日何日でしたっけこの収録。えっと、収録今日はですね、12日です。やばい。もう1ヶ月切ってる。切ってますね。大丈夫ですかね。え、えっ、ー、と、準備はどんな感じですかほとんど走ってないです。<laughs> あれれれれ <laughs> だからやるんだったらもうね、はい、今日からもう絞らないとっていうところですけど、ちょっと不安なんですよね。だから自分に甘えないようにちょっとね、あの、きちんと整えなきゃいけないなとは思っておりますけども、はい、登山もですね、結構登山靴買って2年ぐらい前までやってたんですよ。 なんか、斎藤さん、自分でスマホとか回してるイメージはありま磐梯山登ったりとか、安達太良山登ったりとこれもちょっと一時期はまったんですけど、やっぱりね、結構一人で行くことが多いんで、一人だとね、私、結構慌てので、怪我しちゃうんですよ、すぐ、転んじゃって、そうするとほら、山で一人で怪我しちゃうと、すごい迷惑かけるじゃないですか。それが怖くなっっちゃて 最近あんまり行ってないっていうのがあるんですが、えー、ここで皆さんに告知です、はい、実は10月20日<う>日曜日、はい、南会津の斎藤さんっていう山があるんですよあ出た斎、はい、藤さん登山皆さんと一緒に登りませんかここです <laughs> で斎藤さんだけじゃなくても大丈夫です佐藤さんでも、はい、菅野さんでも、はい、鈴木さんでもどなたでも一緒に登れる 無料で登れますので登山会やりますのであ、そうなんですねあのぜひ皆、えー、さんお願いいたしますはい、えー、ちょっと詳し,詳しい問い合わせを後でさっきねソラネットであの私リンク貼りましたのではい、はい、あのもしよろしければ一緒に登りましょう、はい、ほらコロナとかあってあそうです、ね、それから去年は大雨で私ほとんど登れなかったんですよ、はい 今年はぜひ皆さん、とと一緒に登りたいと思い思ます。ぜぜひひ、皆さんよろしくお願いいたします、斎、はい、藤さんと登山したいという方、すごいね、和気あいあいとして、天気がいいと、本当にね、山頂のところでみんなであのおにぎり食べたりして、あいいですね。ねあの10年とか、はい、登山終わった後とはね、はい、あのお母さんたちが作ってくれてて、それをまた10年待ちとかで楽しむということ、ね、です、ね、なかなかいいイベントでございますので。 その頃までには涼しくなってるといいですね。まあその頃は大丈夫でしょう。<laughs> あとはじゃちょっとね台風が今年、ね、10月心配ですね。なるほど。9月はね、まだ夏の太陽光気圧強いので、はい、台風ブロックしてくれるんだけど、はい、夏の太陽光気圧の壁がなくなるとやっぱりちょっと10月心配ですね。はい、だからねライ、ライブアズマもそうなんだけど、はいえー、やっぱり台風次第ということになりますんで。まあ近くなったらね、また、はい、あの皆さんに天気予報を詳しくお伝えしたいと思います。台風シーズンですからね。はい。 ラネットラジオマンえー、ちなみに、先週、ちょっと、はい、あのー、韓流映画。の話で、ちょっといろいろ話題になったと思うんですけど、はい、あのー、それに関してですね、えー、僕ちょっと調べました。どんなこと調べたえーとですね、うん、あのー、斎藤さんが、えーと、韓流に、<お>えー、ハマったきっかけとなった。映画、趣里、はい。そう。 えと1999年、うん、で日本では2000年公開だったそうなんです、はい、これね配信もないんですよ今らしいですねそうだからね蔦屋、あのー、さんとか、はいあのー、行かないと見れないんですよはいはいはい DVD 借りないと、はい、だからなかなか幻の作品化してるっていう<あ>えそれが何かそんな方に朗報です朗報、はいえー、実はですね、はい、あのー 映画をプラス、うん、えー、配信でですね。配信やるのはい。ええー、9月13日より、なんか配信が決定してるそうです。え、何ですかネットフリえっとですね、プライムビデオ。プライムビデオで。はい。で、えーとー、しかも 4K にデジタルリマスターして。えー。で、綺麗な映像で、えー、劇場公開も決定してると。 え、どこでやるんですえー、県、福島県内だと、フォーラム福島さん。フォーラム行くと見られるのお見たいですよ。これね、皆さん、趣里って、ほんとすごい作品ですから、私、衝撃を受けたんです。で、やっぱりあのー、韓国って、やっぱり朝鮮半島の中にあって、この物語っていうのは、あの、北朝鮮のスパイと、そしてですね、韓国のですね、えー、情報局員とのですね、あのー、愛と、そして裏切りと、 えすごいだからねこれね熱く語っていいですか。どうぞ日本人にないですよやっぱりその韓国の方が思う北朝鮮ってあの結構その恐怖だったりとかでも恐怖なんだけどでもあの同じ民族だからっていうそういうのが相まって結構結構ね韓国の方が描く北朝鮮のドラマとか「前の不時着」もそうだけど映画もそうなんだけど。 なんかね、本当にこう、何て言うかな、何とも言えないね。そこにこう、ロマンスがたまにあったり、えー、するしたりとか、あと、教習があったり、えー、あったりだとか、なんかこう、ね、あの、心のこう、何て言うかな、えー、距離感があったりとか、そういうものがね、いろいろ混ざり合って醸し出すね、ストーリーなんですよ、この趣里もね。 これはね、あのアクションでもあり、えー、ラブロマンスでもあり、うん、そういうね北朝鮮と韓国の、えー、間もあり、本当にすごい作品です。いやでもこれが本当に、えー、だってもうたまにね、YouTube で、あのー、ちょっと切り出してるのがあったりしてであの僕もたまに見ちゃうんですけど。はいはい やっぱりね、あのー、レベルが違うっていうかなうこの作品からやっぱり韓国の映画っていうのが、えー、次から次へと出てきて、えー、そして世界から注目を集めるようになったということなんですよね「孫悟保パラサイト、はいねえー、半地下の家族チェ・ミンシクオールドボーイ悪魔を見た」<laughs> ねもう全部見ましたからすごい でファンンジョンミンという今私と同じぐらいのですね、はい、あの年代の,あの今一番韓国で売れてる今度「ソウルの春」っていう、はいえー、公開するんですけど <laughs>、はい、それもなんとこの「趣里」に出ていたっていう橋<ー>役でねだからこれはだからかん今の韓国映画の,あの今の盛り上がっているルーツを作った作品なので、はい、その韓国映画の,その良いところの全てがこう凝縮された作品なんで趣里はぜ、い、ひ皆さんに見てほしいと思いますね。 なんかなんか評論家みたいになっちゃいました、ね。よいや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 、えー、すごいですね。僕もあのー、リアルタイムで見てるんですけど、はい、あのー、あ見てるんだ。見てます見てます、うん、見てるんですけど、あんまりなんかあれこれどうだったっけなっていう、うん、あのー、ちょっと記憶が定かになってない部分があるので、はい、ちょっとこの機会にですね、もう一回見直そうかなと。小さい時に見たのと大きい時で大人になってみたのが全然違います、ね。そうですね。ぜひですね皆さん。 私、フォーラム行きますので、あのー、皆さんと一緒に、あのー、ね、皆さんも感想を送っていただいた、資料を見た、一緒に共有したいと思います。はい、いや、これ、あれですね、韓流コンテンツは、はい、あの、斎藤さんに投げたら、盛り上がるってことが分かったんで。はい、なんか、イベントいいですよ、フォー,ーラムさんと一緒にイベントやっても。<laughs> トークショーとかやってもいいですよ。もう、もう、もう、もう考えうること何でもやりますかやりま、営業案件何でも取りますから。<laughs> 余計なこと言っちゃいましたね。怒られちゃうから。いや、大丈夫です。会社巻き込みますからね。そうですね。は発しないことには進まないですからその通りでございます。マネラジオ天気あはい。いいです。楽器をやってみたいなと思って。楽器はい。ほう。 なんかね、やっぱり、あのー、そう芸術に興味あるんですよ。芸人になりたいって昔ちょっと夢もあったりとかあお笑い芸人。やっぱりもともとかをやることで人を喜ばせたいっていうのがあるので<ー>んかやっぱり今までは楽器とかって無縁だったんだけど<ー>なんか楽器をやって。 1年後ぐらいになんか演奏会とか<う>あるいは街中で、はいあのー、出てやってみたいなと思ってそれをここでやっても面白い、ね、あ面白いですね、はい、えちなみになんかやりたい楽器とかあるんですかだから本当は、はい、あのこの前ねほら YouTube とかでよく見るじゃないですか、はいあのー、街で演奏するはい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 でそれで街で演奏するサックスプレイヤーの方がいて、はい、私その YouTube を結構見るのが好きではい わあ、すごい感動だなあとか思って、この感動を自分が街中で与えたら、はい、なんて素敵なことなんだろうって。お、すごい。え、全然吹けもしないのにですよ。<laughs> それで、でもマンションだしなサックスは買えない。デジタルサックスってのがあるんですよ。あ、ありますね。はい。はい。で、それを買って、練習して、はい、そして、 アルトサックス買おうかな、とか。お金かかりますけどね。まあ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 。え、これまで楽器の経験はんかほぼないです。ちょっとギターやったぐらいで。あ、でもギターって結構多分斎藤さんだと年代じゃないですか。年代です。テレキャスです。ああ全然今もう弾けない弾けないです。はこの時ちょっとやったぐらいでね。えテレキャスだと、あれですか、エリック・クラプトン。エリック・クラプトンとか。あとほら、ブルース・スプリングスティーンとか。ガチ結構。はいガチはいはいはい。 はいはいはいああいう世代ですからめちゃめちゃ音楽好きですねめちゃくちゃ大好きで洋楽から邦楽までみんな好きなんでジェフ・ベックとかねレッド・ゼッペリンとかねそういうのにローリング・ストーンズもそうだしいろいろそういう音楽の話も是非広げていければというよりもサックスを買ってねんかここで披露できればなと思ってますけど。 じゃあ斉藤康則、サックスプレイヤーへの道、で街中でね、そうですね、変装してやめろとかね、脱スターとかね、遠くから遠くからスタッフはカメラを回してるっていう。 <laughs> はい、そんなこともなんかあれですねゆくゆくはいろんなことができればいいなと思いますこんな自由に話していいですかねいやいいですいいです、はい、いいですそれを楽しんでいただければいいかなとはい思ってでね、あのー、今度是非私がよく行ってる酒場で、あのー、収録しようというのもどうですかねいいと思いますそれはあの斎、ー、藤さんが一人で回す一人で回してもいいでしょうあ スタッフ僕まあまあ一人でもいいですよだから固定してこうやって飲んでるところをそしてテープを渡しますそれはあれですねもし可能であれば僕回すので僕も一緒に飲んで一緒に飲みますか一緒にセんべろのねところがありますので楽しみですねまあちょっとそんなのもおいおいやっていきたいなと経費は全部自分たちですからあそうですねはいあのあれですね 本当にあのお金をかけずそう、カメラの電池代ぐらいね、<laughs> 楽しくやると、はいはい、いうことです。さあ、えーと、先週ですね、視聴者の方からのにお答えしたりですとか、はい、ありましたけれども、えー、新たなコーナー、はいあのー、やること、そう,だそうだ覚えてますか覚えてるあの。テレビでできないことをここで,でやここでやろう。何かというと、天気予報の採点。はい やっちゃう。<laughs> これ、自分で自分の首を絞めてるような企画でございますよ、これ。毎日、正午の天気を当たってるかどうか、はいね、前日の天気予報が当たってるかどうか、正午の天気を、えー、の的中率を、えー、出そうという、はい、作っちゃいましたよ、こんなもの。ちなみに福島市の天気です。 いいですかどうぞ、3、2、1、こちらでございます。えーっと、9月6日、えー、金曜日の予報、曇り、時々晴れ、えー、実況、曇り、これね、結構厳しい、曇り時々晴れで、曇りで、なってるんですよ、てえー、厳しい、厳しいですね、うん、7日土曜日、えー、曇予報曇り、実況晴れ、判定、外れ。 続きまして、8日日曜日、曇り、曇り、判定、ピンポピンポピンポーン。で、えー、9日から12日までは、ずっと、ずっと、適中。中ということで、はい、適中率なんですが、適中率、今週の適中率は、はい、適中率はなんと71、71%! い <laughs> いや、でもこれ80%目指してますから。 いやいやいや、でも、斉藤さんよく言,言われるじゃないですか。はい、福島の天気って難しい難しい上に、今年の夏は異常に難しいですから。<ー>だからその割にはよく当たってるんじゃないかな。いや、でも採点基準結構厳しいところありましたね。うちのスタッフが、え曇りで横で曇り時々晴れで外れかい <laughs> いや、そこは自分に厳しくお願いしますとかって言われて。<laughs> 厳しいですね、スタッフ。厳し,厳しい、厳しい。<laughs> あまりに甘やかされてませんので。いや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 とんでもない。来週は八十パーセント目指します。はい、すごい。七十一パー。うん。なかなかいい点ですよね。はい、ただこれからね、はい、やっぱりちょっと秋雨の季節なので、はい、そうすると秋雨前線のこの上下でね、はい、また言い訳がましいですけど、結構これ難しくなってくるので。え、あの資金通じて一番あのー、様子方が難しいのってどこなんですか。これね、六月七月。7月 あ、梅雨時期梅雨時期。はい,いや。あと8月、9月は、全部じゃねえか、<laughs> <laughs> ほぼほぼじゃないですか <laughs> まあ、梅雨時とね、はい、夏と秋雨。はい、で、意外と簡単なのがやっぱりね、4月、5月、10月、11月。 あと冬になると今度は雪雲の予報があるから雪雲ってほら福島の場合は峠を抜けてくるんで、はい、その峠を越えた後の風向き一つで降るか降らないかが変わるんです<ー>これもねなかなか難しいんですけどただ10年いるとね、はい、だいぶつかめてきましたんでさすこの冬の予報も任せていただきたいと思いますねすちなみに10年経ってあの一番福島で得たものって何ですか10年経って得たものはあああ 一つこれ、はい、スーパーコンピューター通りに出しちゃダメよっていうあ予報ですそう<ー>やっぱり人間がやっぱりその経験とか知恵で、えー、それをこう修正していく、はい、これを私かっこつけますよマ、はい、マントマシンシの融合って言ってて言るんでおお名言出ましたよそうしなない,いいいと予報が出せないだからこれなんてあの先週のこれなんてほとんどあれですからあのスーパーコンピューター通りじゃないですからね この予報はね全部自分で作ってる手打ちラーメンってありますけど、はい、手打ち天気予報ですからすごい一手一手自慢するわけじゃないんですけどそうですよね基本独自予報ですもんね、はい、<ー>だからね結構ね時間かかるんですよ独自予報いやそうだと思います1時間もとか2時間かかっちゃうから、はい、結構毎日最近大変ですねいやそこらへんもあ,のあれですね皆さん あのこんなに苦労して、はい、斉藤さんが独自に天気を出してるんだと、はい、だからこんなに毎日毎日ね、予報に追われてるんで、趣里、うんね、見たりとか、酒飲んだりとか、はい、<laughs> スポーティファイで647曲ずっと聴いてたんで <laughs>、それでなんとかストレス解消してるんです <laughs> いやー、大変、その日頃の、あのー、斉藤さんの苦労も。 そうですかこんな緩くていいんですかいやいいと思います、はい、いや僕も知らなかったことがいっぱい聞けたので、えー、こんなことであああののーはい、れですねあの視聴者の皆さんにも、はい、本当に些細なことでいいのではい、はい、だからこんなところに来てほしいとか、まあ、全部が全部いけませんけど、うん、こんなことをやってほしいとか、えー、そういうのがあればあの皆さんのリクエストになるべく答えていきたいと思いますこんな感じでよろしいですかはい えー、ということで、えー「シャープに収録はこれまで、はい、またあの満点ね「ハッシュタグ満点」「ハッシュタグソラネット」でつぶやいてください皆さん、えー、来週も「ソラネットラジオマンデー天気ブック」よろしくお願いします